What's up, みんな、どうも、ギフライター友です。タイトルサムネ通り、強欲で謙虚なツボという OCG のカードがラッシュデュエルにも来るんじゃないかっていう考察動画なんですけど、その根拠をまずご説明したいと思います。こちら、メガロードパックに収録されるプログレスポッターというカードを見て、そう思いました。まずこのカード、新カードになるので、スペック紹介していきたいと思います。風属性3レベで、攻撃力1300、守備200、サイキック属ですね。イラストもね、このなんかちょっとこう、ツボ職人って感じで可愛いですね。自分の墓地のモンスター5体をデッキに戻して発動できる。相手の墓地のカードを2枚まで選んでデッキに戻す。その後、自分の墓地にあるプログレスポッター貪欲な壺のカード名の種類だけドローできるということで、若干ややこしい書き方なんですけど、要するにプログレスポッターと貪欲な壺が墓地にあれば2ドローできる、どっちか片方あれば1ドローできるという感じなんですけど、これ普通に強いんですよねめちゃめちゃ普通に強いんですよ。もうここまで来てお察しの方は多いと思います。貪欲な壺が追加効果を持ってモンスターになったっていう感じなんですね。まさにね、このイラスト通り強欲な壺がね OCG では禁止になったので、進歩していこうってことで貪欲な壺を発明したという背景があったんじゃないでしょうか。で、このプログレスポッター自体もね、すごく強いカードなのでめちゃめちゃ注目は集めてると思うんですけど、僕がさらに注目したのはここなんですよ。強欲な壺から時代を経て貪欲な壺が生まれたと、そういう感じなんですけど、さらにねそこから進歩、次作る予定のね新作の壺の設計図、ここにうっすら書いてあるんですよ、ラフ画で。これもうお気づきなんじゃないでしょうかね。強欲で謙虚な壺なんですよこれ。ジス剛健さん、前回のトレジャードラゴンのイラストにトレードインとか貪欲な壺が映っていたことから登場するんじゃないかっていう考察動画も以前出したんですけど、根拠はその時と全く同じです。強欲で謙虚な壺がイラストに載っている以上、そのうち登場するんじゃねえかっていうのが考察のしがいがあるんじゃないかなと思って動画に撮ってます。で、ちなみにこの強欲で謙虚な壺効果なんですけど、このカードを発動するターン、自分は特殊召喚できないというデメリットを持つ代わりに、自分のデッキの上からカードを3枚めくって、その中の1枚を選んで手札に加えれると。で、残りはデッキに戻すという効果なんですけど、これ OCG で登場した当初はマジで結構高いカードで、なかなかゲットできなかったところにゴールドパックというパックに再録されて、みんな手に入りやすくなったっていう、もうね、僕が OCG やってた頃の代表するドローカードなんですけど、まさかまさかの強欲で謙虚な壺が出るんじゃねえかっていう期待を胸に、このプログレスポッターもなかなか強えんじゃねえかということで、今回こういった動画を撮らせていただきました。こういった感じでイラストからも考察といった面でもラッシュデュエルを楽しむことができるので、皆さんもそのカードのステータス、使い勝手だけではなくイラストからもね、こういった楽しみ方をしてみてはいかがでしょうか。高評価チャンネル登録もぜひお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。